はい、こんにちは。デンタバキのクロマスターです。今日紹介するのはね、こちら。シグゴー P ミニボックスっていうね、これ珍しい901接続の、ベイプです。今、一般的なベイプってほとんどが510接続って言って、まあこれもそうだし、これもそうだし、あれもそうだし、それも。だいたい510接続の、商品なんですけども、これは901でございます。901は何かというと、まあ、ぶっちゃけた話、プルームテックのカートリッジとかタバコカプセルが、まあ、そのまま使えるっていうね、まあ、ベープ製品の皮を被ったプルームテック互換機と言ってもいいでしょう。そんな感じね、こちら提供はですね、日本の総代理店ってかな、株式会社テグラ様よりご提供いただきました。じゃあ今日はこれを見ていきます。はい、じゃあ開けていきますね。パッと開けると本体と、まあ901カトマイザー、これが2つ入っております。で、マニュアルかな、マニュアルと USB チャージャーが、チャージャーケーブルが入ってて、まあタイプ A ですね、マイクロ USB のタイプ A です。で、マニュアルはもうこれは日本語のみっすね。完全に日本に向けて作った製品でございます。さあ、じゃあまず本体見ていきましょうか。こうパッと見、アイスティックピコっぽい感じはしますね。ただこっちがこう大幅に901のカトマサイズに合わせて、こう、何、グッと絞ってあります。で、中に口金が見えて、はい。こんな感じで、裏に USB のポートがありますね。ここから充電が可能ですと。コンパクトでね、思ったよりね、軽いっすね。見た目より軽く感じる。これは樹脂製ですね。さあ、ここを開けると、ここにね、この通電防止用のプラスチックが入ってるんで、使うときは必ずこれを取ってください。18650のバッテリーがついてきます。中にも入ってんのかな？俺のには入ってなかったけど、入ってることもあるような気がする。バッテリー抜くとほんと軽いね、これ。めっちゃ軽いっす。オートスイッチ。吸うだけでね、通電するんで、特にボタンとかはありません。シンプルでございます。バッテリーなんですけどね、これね、一応なんかオリジナルのラップが施してあって、2000mAh、容量2000なんですけど、許容アンペア数とか書いてないんで、ちょっとね、他のベイプ製品では使わない方がいいでしょうね。こっちがプラスです。で、バッテリーは、プラスが下になります。ね。一応ね、ここにマイナスって書いてあるね。あ、もうアイスティックピコだね、この辺とかほとんどね。こんな感じ。で、このカトマイザーですね。これもオリジナルのロゴが入っておりまして、こういったところです。もうセットはこれだけです。で、まあ、あとはここにですね、このゴムを剥がすと、そのままプルームテックのカートリッジが入る。で、このカトマイザー、プルームテックの純正カトマイザーもそのままズブって入るので、別にこれがなくなったからといって使えなくなるわけではなく、普通にプルームテック買ってきて、ここに、スルスルスルっと入れれば、これで使えますよっていうね。まあ、これだけあれば、他のものを忘れてもコンビニとかでね、プルームテック入手すればもうそのまま使えるっていう。この辺の手軽さがね、やっぱベイプにはないんですよね。そこらで売ってないですからね、リキッドね。まあ、こんなところですかね。こんなところで吸っていきましょう。じゃあね、ちょっとそのまま吸ってみますね。まあ、率直に言ってこう、味もへったくれもないというか、美味しくもなく、まずくもなく、ただ単に煙が出てるだけかなっていうところですよね。じゃあ、これに、プルームテックの、
タバコカプセルをつけてみましょう。ここのゴムがあるんで、このゴムを外してやって、うん、まあ普通のプルームテックですね。ぶっちゃけた話、これタバコカプセルを つけないで吸う人はいないと思います。でこれやっぱりプルームテックに対していいところがいくつかあって、まず一番はバッテリーが 2000mAh であるということ。プルームテックのノーマルが210とかなんですよね。それに対してこっちが2000なんで、まあ 9.5 本分、ほぼこう1日持つんじゃないかなっていう感じなんですけども、プルームテックってこう本体とチャージャーって大体持ち歩かないともう全然運用できないじゃないですか。まあそれに対してこれはこれだけで済むんで、この辺は非常にありがたいなっていう感じですね。あともう一つね、こう置いても倒れないっていうか安定感がある、転がってったりしないっていうのはね、これ意外といいんですよ。で、反面、やっぱりプルームテックと比べるとちょっとでかいんで、こう、例えば喫煙所とかで悪目立ちしちゃうんじゃないかなっていう懸念はもちろんありますね。ただ最近はなんだっけ、グローとかさ、あとはまあ普通にベープを吸ってる人とかっていうのもちょいちょいいるし、で、これベープと違ってバーって煙が出るわけじゃないので、まあそこまで悪目立ちはしないかなっていう感じですね。こう、手のひらにも入ってしまうんで、ね。こんな感じなんで、そこはね、実はそんなにデメリットにならないんではないかと私は思います。うん、プルームテック互換機としてはちょっと毛色の違うね、異色なものなんですけれども、これはこれでね、個性があってすごく面白いんじゃないかなと思います。そんなところで今回はここまで。ではまた。